つおとかに、これまでに様々な年齢や立場の方とワークショップをしてきました。舞踏を基本とした独自のメソッドで、感覚、呼吸、内面などダンスの技術とは異なり、誰もが創作できる方法から個々の自発性と想像力を生かしながら、存在することで立ち上がる踊りのサポートをします。この前やったことをちょっとおさらいしながら、これから踊ります。お友達と手と手の感触を味わいながら踊ったと思います。この感触を持ちながら踊ったと思います。で、この感触を持ったまま、今回は丸いものをここに持ちながら踊ります。丸いので、そうですね、そういうふうに手がちょっと持ってる手になります。で、この丸いものはみんなが大事にしているものなので、大切に扱ってください。大事に大事に丸いものを落とさないように、大事に動いてください。次はですね、とってもバカな歩き方をみんなでやってみたいと思います。あの変な歩き方をちょっといろいろ参考にしてみて、みんなで。